まさに、ちょうどいいコンパクト SUV に、こういうの欲しかったの声。日産が4月17日に発表したクロスオーバー SUV の改良モデル。新型、キャッシュカイに反響が集まっています。欧州法人が公開したこの車は一体どのような特徴を持ち、どのような声が上がっているのでしょうか キャッシュカイは2006年に初代モデルが登場。現行型は2021年2月に登場した3代目で、CMF-C プラットフォーム投入による走行性能の大幅向上や、先進運転支援システム、プロパイロットの設定など進化し、発売から3年で35万台を販売。 コンパクト SUV はライバル車も多いですが、その中で強い存在感を示しています。ちなみに初代モデルはデュアリスの名称で日本でも販売されたことがあります。いわば新型はデュアリス後継機と言ってもいい存在でしょう。ボディサイズは全長 4425mm× 全幅1835。 ミリメートル ×1625 ミリメートル。ホイールベースが2665ミリメートル。全長を類似車種と比較すると、エクストレイルより短く、キックスよりは長く、ちょうどその2車種の中間の寸法と言えます。今回のマイナーチェンジでは、内外装デザインの大幅変更が特徴です。 フロントデザインは日産のデザインテーマである V モーションが採用されていた当初のものとは大きく異なり日本の甲冑の鱗からインスピレーションを受けたグリルが採用されていますヘッドライトはグリルと一体化し大きな逆三角形を構成するデザインとなっていますホイールは新たにダイヤモンドカットデザインを採用 グレードにより18インチから20インチが用意されますが、20インチはクラス最大級となります。リアも新デザインのテールランプを採用。4つの灯体が浮かんだ先進感のあるスタイリングに変化しています。新たに N デザイングレードが設定されます。フェンダーアーチやドアブなどの樹脂パネル。 フロントバンパーの下部をボディ同色塗装化し、ロアグリル周辺にはグロスブラックのアクセントが施されるなど、上質で都会マチュなスタイリングを実現しました。インテリアでは上級グレードで新たにキルティングプレミアムレザーを採用。インパネやドアトリム、コンソールなどにもアルカンターラ素材を用い、 さらにアンビエントライトも装備するなど上級 SUV 並みの豪華な仕立てとなっていますまたセンターコンソールやインパネ中央の加飾には日本的なデザインの新パターンが採用され職人技術へのこだわりを表現しましたパワートレインは1.3リッターのガソリンエンジンのマイルドハイブリッドと 1.5L の3気筒 VC ターボエンジンを使う E パワーハイブリッドという2つのパワートレインを設定しています。この新型キャッシュ会に対しネット上では様々な反響があります。デザイン面ではかっこいい、かっこいいし欧州車感あって好き。マイチェンゴかっこいい。スッキリしていて、 良いんじゃないでしょうか、など歓迎する声や、今までの国産車のイメージを本気で覆しに来てる感など、大きな変化に戸惑う声も見られます。デュアリス以降日本市場にやってこない子の車に対し、キャッシュカイ、マジで買いたいです。サプライズで日本発表はないか。日本で売ってくれ。日産頼む。 こういうのを国内導入してくれたらありがたいんだけどな、エクストレイルはでかすぎる。キックスは物足りない。日本に需要あると思うよ、など絶望するコメントも多く見られます。新型、キャッシュカイの販売開始日や販売価格。詳細なグレードは追って発表される予定です。